おはようございます。釣り子 TV です。これプロペラがですね、なんと1枚折れちゃって、今日はですねプロペラの交換をやっていきたいと思いますよ。これがモーターガイドの替えのプロペラ、9980円、およそ1万円ですね。結構高いもんなんで、プロペラは折れないに越したことがありませんということで、で自分のはですねこういった感じで熱を逃がす、なんていうんですかね、これシュッとしたやつをつけているので、こういう感じのちょっと長め固めの棒でですねこう回してやるとプロペラが外れるようになります。じゃあ早速プロペラ外していきたいと思いますが、こんな部品ね、これでプロペラが外れないようにギュッと押さえて、で、はい、プロペラを外すと、はい、ここに溝があって、それにこのシャーピン、これがこうなることによってプロペラが回るように押さえてるんですけど、これはある程度の力がかかったら折れるようになってます。ちなみにこれが折れてもプロペラは回んなくなっちゃうんで、これの予備、こういった予備も持っておくと安心です。これはボックスの片隅とかに入れておけば、硬いものとかにガンってぶつかった時これがまず折れて、エレキの方が壊れなくなるようにこういった棒が入っています。しばらく開けてなかったんですけどね、こうレンタルボートのダム庫でやってると、どうしてもこう立ち木に引っかかったラインくず、定期的にお掃除しましょう。今回はせっかくなんで、まあ取れるだけ取って、ね、これが徐々に徐々にこのパッキンの中に入り込んでいって、で最終的にこう水漏れの原因になったりすることがあるんで、はい、お掃除が終わりました。じゃあ早速ですね、新しい、まあ新しいって言っても予備で使っているプロペラなんですけど、これをつけていきます。でシャーピンですね、これ真ん中あたりにセットして、ここの溝に入るように、はい、 OK で、自分のエレキの場合はこれで、これをギュッと溝にはめたら締めて、最後にちょっと固めに、普通はここ指で回せるネジが最初ついてるんですけど、熱の出す効率がいいっていうことで、はい、これでプロペラの交換が完了です。じゃあですね、釣りの方に向かいたいと思いますね。タイヤと一緒でこう車の中にでもいいんで、この予備のプロペラ1枚乗っけておくと、折れた時とかね、あ、まあ一応帰ってくることはできるんですけど、折れたらどうなるかっていうと、ガタ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 ってすごい振動するようになっちゃうんで、もうバスも逃げちゃうと思いますんでね、こんな感じで予備のプロペラを1個持っておくと釣り場で安心です。あとはこのシャーピンも結構ちょっとしたことで折れたりすることがあるんで、これも、いつも使うボックスの中にレンタルボートで釣りする場合は潜めておくと安心。あとはまあこうちょっとまあこういった工具類もですね、軽く軽いものをですね、ボックスの中に入れておくと不測の事態に対応しやすいかと思います。それではですね、釣り子 TV でした。We'll be right back.